水筒ですね。水筒をちょっとね、ディテールをアップしたいと思います。まずですね、パーティングラインを取る際に、ここのね、ところに、このフェルト地の留める部分があるんですけれども、はい、ここをね、もう、ちょっと、モールドが取りにくいので、もう一回削ってしまいました。削って、パーティングラインをこれ、処理しています。ちなみにこれは、タミヤの水筒です。こちらがタミヤで、こちらがマスターボックスですね。これタミヤの結構古いんですけれども、型として、金型としてもだいぶ古いと思うんですけども、さすがタミヤだなと思える、分かりやすい構造をしてますね。まずですね、ここにこうつなぎ目、縫い目みたいなのがあるので、それをこう筋彫りをくるっと一周入れたいと思います。筋彫りは何回も他のところで、靴の筋彫りを直すとかっていうのでね、やってますけれども、僕はこうやってデザインナイフでこうスーッと細ゆっくりとね、少しずつ、最初からグッとせずに、本当に少しずつ少しずつかけていく感じですかね。まあ、だんだん溝が出てきますんでね、カッターナイフで、ナイフでね、デザインナイフで入れた後をこうスーッとなぞるような感覚で やると割とうまくいくかなと思いますね。うまくいってんだかどうかわかりませんけど、まあまあまあ、はい。そしたらね、ちょっと割と適当ですけれども、こんな感じで筋彫りが入りました。そしたらですね、ここのところに、パテをちょっと持ってね、ボタンを作りたいと思います。そしたらね、エポキシパテですね、これをちょんと乗せまして。で、水で湿らした爪楊枝で伸ばすと。それっぽくなるようにしたいですね。そしたら、この辺の工程はもう他の作業とほとんど同じで、銃を握らせるだろうなんだろうといろいろやりましたけれども一緒です。筆でもうこうやって慣らしていくと、こうやって慣らして形が崩れましたけれども、最終的にまたやるので、別にこのままでいいと思います。とりあえずその、ギザギザをね、なくすということですんでね。はい。そうしましたらもうちょっと形を整えたいと思います。僕はいつもこういうなんか形整えるときはデザインナイフとかね、使うことも多いんですけど、最近スパチュラを買ってみまして、この四角い方でちょっとやってみたいと思います。こうですね。リベットはですね、伸ばしランナーを、細切りにスライスして、それを貼り付けたいと思うんですけれども、最近僕はこのプラストラクトですね、これの 0.5 ミリとかを使って、やってます。このプラストラクトは太さが一緒なんでね、とても使いやすいんですけども、伸ばしランナーの方が当然お金はかからなくていいんですが、まあ、これを使ってやってます。なかなかね、伸ばしランナーで欲しい太さのものを同じように作るのって結構難しいので、これでやってることが多いんですけど、
結構ばらつきがあるんで、まあぼちぼちうまくできてるやつだけをちょっとくっつけると、0.4 ぐらいがいいのかな。ちょっとオーバースケールな気もしますけどもね。まあとりあえず手持ちがこれしかないので、これでいきましょう。リベットに引っ張られてるぐらいの方がいいんで、リベットをちょっとグッと押し気味にしてあげましょう。なんかね、ちょっとリベットにこうグッと丸まってるのがリベットに引っ張られてるような感じになれば、結構いいんじゃないかなと思います。ちょっとねオーバースケールですけども、このくらいでディテールアップ終了にしておきたいと思います。